ディンドランはアーサー王伝説などに登場する人物でパーシバル教の姉妹。バンによっては母親が異なっている。また彼女のポジションにいる人物の名前は流動的でアグレスティッツアなど他の名前が与えられているものもある。名前が与えられないことが多く、現にマロリーのアーサー王の詩では一貫してパーシバルの妹で表記され、 個人名は出ていない。だが、聖杯探求のエピソードでは重要な役割を与えられており、時には聖杯のヒロインと呼ばれることもある。ディンドランが初めてパーシバルに出会うのは、パーシバルが母の城に帰郷した時のこと。この時、ディンドランは、パーシバルの出発の後、母が死去したことを説明する。番によっては、パーシバルはディンドランをヨステニンの叔父に任せて立ち去ったり、 乙女の城に残して出発したりしている。あと、ディンドランは、ガラハット、ボールス、パーシバルら聖杯の三騎士に出会うと、この時自分の名を名乗る。そして、ディンドランは騎士たちに冒険に有益の魔法の船、生命の木、その他自分の運命などの情報を提供する。聖杯を求める船旅が終わると、来病に感染している婦人のいる城に到着する。城の人間は、 病の治療のためと称し、諸女のき地を要求するが、騎士たちはこれを拒絶する。しかし、心優しいディンドランは、雷病の治療のため、自分の血を提供することを決意し、出血多量で命を落としてしまった。そういう犠牲はあったものの、ガラハットたちは、最終的には聖杯に到達することに成功している。ありがとうございます。